そろそろ寿命かな。あれはとてもとても暑い夏の日のことだった。あの日の暑さはまるで地上のすべての営みが絡まりこんがらがって手に負えなくなったやけくそな神様がこの世のどこかにいて、何もかも熱の中に溶かし、子供のような無邪気さで次なる世界への夢を描いている、そんなめまいのするような不思議な暑さだった。あの日は弟が生まれた年の8月の最初の日で、当時9歳になったばかりの私はこの日から夏休みが終わるまでの間、臨月を迎えた母親の負担を減らすために北関東の田舎町に住む叔父のところに預けられることになった。その時私は入道雲が8月の強い日差しを浴びて湧き立ち、キラキラと白く輝いている様がなんだか嬉しくて、父親が驚かない程度にほんの少し車窓から身を乗り出した。私が車のシートに身を沈め、ちょっとだけ深呼吸すると、まるで頭の真ん中で光の棘がチカチカと明滅したような不思議な感じがした。夏休み中、息子がお世話になります。こんなに自然がたくさん残っている里山に来たのは初めてなので、ちょっとびっくりしてるみたいだけど、皆さんよろしくお願いします。じゃあ自己紹介。こんにちは、僕です。お母さんのお腹が大きくなったので、今日から一月、夏休みが終わるまでの間お世話になります。はじめまして、ボク君。長旅ご苦労様でした。このうちの名前は空野。おじさんは優作って言うんだ。
今日からここを自分の家だと思ってたっぷり遊んでいってください。じゃあお姉ちゃんから。萌えと言います。この家の長女です。よろしくね。私は調べ、歌って書いて調べなの。うちのお父さんかっこいいでしょ。陶芸家なんだ。お皿やお茶碗作るんだよ。おばちゃんのこと覚えてる？あなたのおむつを変えたこともあるのよ。あなたのお父さんの妹、カオルおばちゃんです。よろしくね。この部屋を自由に使ってちょうだい。今日はお布団が降参するほどたっぷりと日に当てておいたから、柔らかくてふかふかで寝心地満点よ。日向の匂いの中でぐっすりと眠れるわ。うん、おばちゃんありがとう。おばちゃんってすっごい人なんだ。これじゃあまるでお布団爆発だ。じゃあ晩ご飯までの間、あと1時間ぐらいかな。うちの中や庭の散歩でもしてらっしゃい。でも今日はもう遅いから山の中に入っていっちゃダメだよ。これはおばちゃん家の決まりなんだから。僕くん、この夏休みの自由研究は何にするつもりだい？このうちには昆虫採集セットがあるぞ。え、本当？うん、僕くんにプレゼントしよう。わーい、やった！でも、おじさん家の子供のお下がりなんだけど、いいかな？うん、いいよ。見せて、見せて。じゃあ、晩ご飯の後にでも持ってきてあげようね。期待して待ってること。おじちゃん。嬉しくて徒競走の後みたいに心臓がドキドキした。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩ご飯ができています。
じゃあ、いただきます。いただきます。いきます。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。僕くん、2階の机の上にいいものが置いてあるよ。2階の机の上にいいもの？そう、見ておいで。あれ？それはどんよりと悲しい夕焼け空をバックに、幹の服用機が描かれたプラモデルの箱だった。そして箱の中身は叔父の約束通りの昆虫採集セットだった。遠くに麓の鷺の里村が見えた。喉が渇いたら、冷蔵庫に麦茶か牛乳があるから、勝手に出して飲んでいいわよ。昆虫採集セット、気に入ってもらえたかい？セットに入っていたものは、あれで全部だと思うんだけど、箱はなくしてしまったみたいだから。そういえば、あのプラモデルって以前カオルが作ってたやつなんだよ。おばちゃん、女のくせにプラモなんか作るんだ。あら、変かしら。おばちゃん、物を作るのは何でも好きよ。ねえ、完成したのは？おじさんの工房の窓辺に飾ってあるんだ。僕くん、明日にでも見に来るといいよ。
僕くん、絵日記書いてお休みなさいしましょう。うん、おじちゃん、おやすみなさい。こうして、あの夏休みの最初の一日が終わったのだった。